ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今、かつて日本中で一躍時の人となったヤバい人たちのことを調べるのがブームなのよ。どんなブームだよ。お前は暇人の極みか。一応聞いてやるが、誰のことを調べているんだ？スタップ細胞の小保方春子さんや、号泣会見で世界でも赤ちゃんみたいに泣く議員と報じられた野々村雄太郎さんよ。ろくなもんじゃないな。この人たちは2014年に話題となり、あまりにもインパクトの大きな騒動だったため、ネットのおもちゃとなって2014年は豊作の年とまで言われたんだ。ちなみに、その豊作の年にもう一人話題となった人物がいることを知っているか？え、誰誰？その人物は佐村郷智守さんといってな、現代のベートーベンと言われるほど著名な作曲家だったものの、とんでもない虚言癖でその名声が地に落ちた人なんだ。今日は、その佐村郷智氏が現在どうしているかを解説していこう。お願いするわ。よし、それでは、ゆっくりしていってね。まずは、佐村郷智氏の簡単なプロフィールから見ていこう。はい。佐村郷智守氏は1963年9月21日、広島県で生まれる。高校では演劇部に所属し、卒業後は京都府の俳優養成所に通ったり、上京して単発ドラマに数本出演するなどして活動していたんだぜ。へえ、元は作曲家じゃなくて役者さんだったのね。1988年には3歳年上の女性と結婚するんだが、同じ頃に音楽プロデューサーの、大倉モンドさんに自分の歌声を収録したデモテープを渡しているんだ。お、歌詞活動にも取り組むことにしたのね。それで、大倉さんの評価はどうだったの？声はいいものがあるとして、大倉さんの事務所に所属することになったぞ。大倉さんは第二の矢沢永吉というキャッチフレーズを佐村郷智氏につけて、元広島の暴走族総長とか、極真空手初段を自称する彼を売り出そうとしたんだ。ふむふむ、それでそれで？旧社モノレコード会社を集めてファーストライブを開催し、最終的には3社に契約を持ちかけたんだが、ちょうどその頃に衝撃的な事実が発覚してしまう。何があったの？佐村郷智氏の虚言癖に大倉さんが気づいてしまったんだよ。は？ちょっとびっくりしすぎてすぐには受け止めきれない話だよな。え、ちょ、嘘って一体どんな嘘だったの？元広島の暴走族総長と極真空手初段というのが、どうやら嘘だったらしいんだ。キャッチコピーの元となる内容が全部嘘だったとな？これ、大倉さんはどの時点で気がついたの？これは決定的な何かがあったというよりも、歌手デビューに向けて一緒に過ごす時間が増えるうちに、佐村郷智氏の様々な言動から少しずつほころびが出たのだと思うぜ。大倉さんも、だんだん不信感を募らせていったのかしらね。大倉さんも佐村郷智氏の騒動後、インタビューを受けた際に、暴走族のトップだったと言っていたが、二人でいる時はおとなしく、不良を装っていただけ、とか、他にも数えきれない嘘が積み重なっていたために、このまま佐村郷智氏に関わっていくとこっちまでヤバくなる、と感じて契約を詰めることなく事務所を辞めさせたのだという。確かにすぐ嘘をつく人って、最初は良くても徐々に辻褄が合わなくなっていくのよね。これは経験した人も多いんじゃないかな。どんなに些細な嘘だったとしても、それが何度も何度も続けば周囲の信用は失われる。残念なことに、佐村郷智氏は最後までそのことに気づくことができなかったから、とうとうあんな騒動にまで発展してしまったんだと思うぜ。続いては、作曲家となった佐村郷智氏の破滅までを見ていこう。破滅。この時点で述べておくが、佐村郷智氏は有名ゲームソフトの楽曲などを手掛けて、少しずつ知名度を上げていったのだが、その裏にはゴーストライターとして、作曲の手助けをしてくれた新垣隆さんという男性が存在したんだ。この新垣さん、なんと18年にわたってゴーストライターをしていたんだぜ。18年も？今で言うと赤ちゃんが成人するまでじゃない。そう考えると、かなり長い時間をゴーストライターとして捧げていたことがわかるよな。新垣さんがなぜ自分がゴーストライターであることを告発したのかということは、非常にたくさんの憶測があって、中にはセクシャルなものもあるんだ。なのでここではその詳細を省くものの、告発するに至る一つの理由には触れていくぜ。わかったわ。ある時、佐村郷智氏は義手のバイオリニストの少女がいることを知るんだ。彼はその少女のために曲を作り、贈呈したことが話題となってテレビでも特集され、美談としてますます注目を集めることになったんだよ。
聞いているだけで、素敵なお話だと思えるものね。だが佐村豪樹氏は何を思ったのか、番組放送後に少女の家族に対して、オタクは私のおかげで、娘がテレビに出られたのにもかかわらず、私への感謝の気持ちがなさすぎる、とメールしたんだそうだ。はい、めっちゃ感謝を求めとるがな。っていうか、少女もご家族も佐村豪樹氏に曲を作ってほしいなんて言ってないのよね。言っていないぞ。当然ながら少女の家族は驚いてしまい、今までお世話になったことは感謝しているけれど、我が家から娘をテレビに出してほしいと頼んだことは一度もない、とメールを返したんだ。私が同じ立場でもそう返事するわ。それで、佐村豪樹氏はなんて言ったの？激怒したぞ。は？だから、めっちゃキレたんだよ。むしろ、ここまで来ると逆ギレだな。ここからどのような言い争いがあったのかは不明だが、結果的に少女の家族と佐村豪樹氏は絶縁状態となった。でも、この少女の家族と昔から親交があったのが新垣さんだったんだよ。ここでも新垣さんのお名前が。新垣さんは少女が4歳の頃から、バイオリンの発表会などで伴奏を担当していたんだ。佐村豪樹氏の老変ぶりに困り果てた少女の家族が新垣さんとノンフィクション作家の男性に相談したところ、新垣さんも真相を打ち明けて一連のスキャンダルが大々的に報じられることとなったんだ。なんだか、新垣さんの中に溜まっていた様々な感情が、このことをきっかけとして最後のトリガーになってしまったようにも見えるわね。そうだな。その後は多くの人が知る通り、佐村豪樹氏の山のような嘘が露呈したんだ。しかも記者会見の際には、聴力がほとんどなくて手話通訳師が手話をしてから、記者の質問に答えるはずだったのに、佐村豪樹氏が即座に回答したことで、本当は耳が聞こえているのではないか、と指摘されることになったんだ。一番ヤバいボロが出てますけど？私としては、ハンディキャップという非常にデリケートな内容のため、本当なのかどうかということはあまり探ろうとは思っていない。だけど、嘘をついて手帳を取得したり、お金を得ていたのであれば、しかるべき措置を受けるのは当然だと考えているがな。本当に困っている人のために回されるべき保証やお金だものね。でもマリサ、いくらゴーストライターがいたとしても、1から100まで新垣さんに丸投げしていたの？ちょっとくらいは自分で曲を作らなかったの？新垣さんが言うには、佐村豪樹氏はシンセサイザーで簡単な作曲はしていたというが、これも、適当に操作していれば曲らしいものはできる、との声もあるので微妙なところだ。ちなみに先ほど紹介した大倉さんは、30代後半から世界的な名声を得ていた佐村豪樹氏を見ても、譜面も書けず、楽器も弾けなかったことを知っていたので嘘だろうという感じだった。と違和感を覚えていたことも明かしている。だけど大倉さんは佐村豪樹氏を怪しいと感じつつも、そのことを公にすることはしなかったんだ。事務所を退所させてから25年ぶりに、とある公演で再会を果たしたものの、成功した人の足を引っ張ることもしたくなかった、ということで簡単な挨拶だけをしたという。大倉さん、大人の対応ねー。まあ、元が虚言癖でヤバい奴だと思っていたわけだから、関わりたくなかったというのもあるのかもしれないけどな。でもインタビューの最後に大倉さんは、もう音楽はしないでほしい、とも訴えているので、佐村豪樹氏のしていることは許せなかったんだろうな。そりゃそうよねー。多くの人は真面目に音楽と向き合っているんだもの。そして作曲家としての名声を全て失った佐村豪樹氏だが、2014年に騒動が起こって以降、当時住んでいた横浜市のマンションが2018年に差し押さえられてしまったんだ。それから競売にかけられて、売却されているぞ。住むところを失って、大丈夫なの？大丈夫なわけはないが、騒動を受けて予定していたコンサートが次々と中止になったり、CD も出荷停止になってしまったので、収入がなくなってしまったんだよ。今でも神奈川県には住んでいるみたいだけどな。佐村豪樹さんって、ご家族はいらっしゃるの？2022年に取材を受けた際は、妻と16歳になる愛病と暮らしていると明かしているぞ。私としては、離婚もせずに彼を支えた奥様も相当すごい人物だと思う。普通なら、離婚されてもおかしくないレベルの出来事だったものね。一時期は行方知れずとまで言われていた佐村豪樹氏だったが、騒動が沈静化するまでは、夫婦で身を隠していたというのが真相だろうな。肝心の騒動後の活動についてだが、騒動から2年後の2016年には自身のゴーストライター事件を、ドキュメンタリー化した映画作品のエンディング曲を作曲しているぞ。
とうとうサムラゴーチ氏本人も自分をネタにし始めたの？あ、その映画には奥さんも出演しているぞ。え？よく出演したよな。あとは、東北地方を中心に活動しているプロレス団体の道のくプロレスに所属しているザ・グレート・サスケさんの入場テーマ曲を作ったり、さらには YouTube チャンネルも開設したんだぜ。マジで？ああ、現在は主に作曲したものを YouTube にアップしているんだ。チャンネル登録者数は2023年6月の時点で約2300人ほどだがな。あれだけ話題になったのに登録者数は割と少ないのね。騒動の真っ最中に解説したならともかく8年以上経ってからだから、騒動そのものを忘れてしまった人も多いだろうな。現在、サムラゴーチ氏は最重度の PTSD を抱えて精神科に通院しており、愛病のスコティッシュフォールドが癒しなのだという。あらかわいい。でも、精神的にはかなり追い詰められてしまったのね。そうなんだよ。そんなサムラゴーチ氏は、告発した新垣さんに対して次のように話している。全くの中立なインタビュアー1名を固定カメラでノーカット編集なしを立てる、という条件で、私と差しでの対談をしてほしい。私は一切の雑音がない状態で、新垣さんと真実がどこにあったか、世に出ている情報に嘘はなかったのかを明らかにすることを望みます、とな。サムラゴーチ氏としては新垣さんと真剣に話をしたいのね。一体、どんな話をしたいのかしら？それについては、本当に新垣さんと対談ができた時に本人の目の前で話すとしていたぞ。いつかこの二人の対談が叶ったら、また世間の注目を集めるかもな。霊夢、今回の話はどうだった？サムラゴーチ氏の人間性とか虚言癖とか、いろいろと考えさせられることはあったけれど、過去の自分を悔い改めて今も作曲を続けているなら、そこは素直に応援したいと思ったわ。そうだな。ちなみにこの騒動は、全く関係のないアーティストにも風評被害を及ぼしたんだぜ。そのもらい事故にあったアーティストは一体誰なの？人気アニメ進撃の巨人の主題歌を手掛けたレボさんだ。レボさんも長髪にサングラスと、サムラゴーチ氏と風貌が似ていたことから、あなたの CD はもう買いませんと、わけのわからない人に言われました。だが、グラさんはハズさん、とブログに綴ったんだぜ。あはは、レボさんさすがだわ。それにしても、似てるわね。ほんとだよな。とまあ、いろいろあったサムラゴーチ氏だが、今後の活動は静かに見守っていきたいんだぜ。ということで、今回のお話はここまでだ。ご視聴ありがとうございました。